はい、こんにちは、ニャでーす。ということでね、ゼロ次元のコンテよりスタミナ2分の1が来るのでね、周回編成紹介していこうと思います。この機会にね、ボルケーノ作りましょう。ってことで編成はこちらです。はい。いつも通りね、代用の前に、クンの編成紹介すると、花嫁フェノンにバレンタインクシナダ、ミナーバにヒカリラードラ、オデドラにリーリア、リービにレイベン、ヤミラードラにハルミチ、ヤミラードラにアマテラスです。レイベンはスキレベ最大で、他のアシストはね、スキレベ1で OK です。必要 HP は 122,501 で、必要スキブは18です。バッチは HP ね。リダフレは逆でも OK です。火力は注意が必要ですね。で武器の役割と代表候補だけど、武器全体でチーム HP が5個、チーム回復が2個、雲と帯と暗闇と十字があります。で、バレンタインクシナダは、チーム HP とチーム回復と暗闇と2ターンダメージ吸収が役割です。ジードとか光ゼローグとかスパイダーマンとか春道が代表になるかなと思います。で続いて光ラードラですね。これはドラゴンタイプ追加と5色強化が役割です。バンドとかフェイターとかアトリがいいかなと思います。HP は注意が必要ですね。で続いて進化前リリアですね。指と雲と消せない回復覚醒無効回復が役割です。で消せない回復覚醒無効回復かスキルターン重いもので OK です。正月リーチとか10連ガチャドラがおすすめです。続いてレイベンです。レイベンはチーム HP と 50% 以下。2ターンダメージ吸収が役割です。で、HP と火力注意が必要なんだけど、光ゼローグとかヨーダとか闇フェンリルがおすすめです。続いて春道です。春道はスキブと暗闇と指が役割ですね。ここは完全に自由枠です。補ってください。他のところで足りなかったものを補えば OK です。続いてアマテラスです。アマテラスはチーム回復とチーム HP と指と帯と十字と覚醒無効回復と1ターンヘイストが役割です。ベリアルとかフェゴランとかでもいいかなと思います。で、続いて、本体の代用のための役割なんだけど、まずミナーバね。ミナーバは、スキブ2で毒でガドブレで火力枠で火枠で攻撃と回復のエンハンスループですね。まあ、色埋めと回復と、あとタイプに注意してエンハンスループキャラでも大丈夫です。で、続いて、超天性オデドラね。スキブ7で火枠。2ターンヘイストと消せない回復、覚醒無効回復です。フェゴランとかキミルとかニーシとかキポロネとかキオナとかが、キニナとかがね、代用候補になるかなと思います。まあ、色埋めとタイプに注意してください。HP 足りればね、副属性変化でも OK です。続いてリービーです。リービーはスキブにね、お邪魔とガドブレとスキチャと L 字と火力枠、水枠で軽減ループです。で、まあ、天性ダイとかジードとか水アキネとか、超天性ラードラとかが、ま、代用になるかなと思います。ボスのね、50% に注意してください。ということでね、続いて立ち回り見ていきましょう。いつも通りね、倍速で見ていきます。まず一回そうね、光ラードラ打って、闇ラードラ打って、オデドラ打って、リービー打って、光かね、闇の全体で殴っていきます。はい。よし。今回は光がね、5個あるから、光の全体で殴っていきましょう。はい。よし。これで突破していきます。基本的にね、全部足踏みはしません。全部ワンパンしていきます。さあ、続いて、2階層ですね。2階層、闇ラードラ、打って、2パンしていきます。はい。まあ、超根性持ってるからね。ここは、2パンしかできません。はい。よし。しっかり組んで、殴っていきましょう。はい。よし。で、攻撃は受けて、はい。よし。じゃあ、闇ラードラ打ってね。光が闇か。闇の全体組んで殴っていきましょう。はい。はい、OK。よし。で、突破していきます。はい。さあ、続いて3階層ですね。3階層ここ、ミナーバ打ちます。で、光か闇の全体消ししながら、2パンします。はい。よし。じゃあ、ミナーバ打って、闇の全体組みながら、平積みして殴っていきましょう。はい、OK。これで全員超根性まで持っていきます。はい、OK。さあ、そしたらね、盤面悪くなったら、ラードラ打ってもらって、はい。光の全体と闇の全体両方組めるね。はい。まあ、でも闇はね、分割していいや。はい。で、倒していきましょう。オッケー。これで突破です。さあ、続いて、4階層ですね。4階層ね、ここ、クシナダ打ちます。ダメージ吸収打って、光か闇の全体で2パンしてください。もしね、光の全体がなかった、光か闇の全体両方なかったら、一旦ね、真ん中倒すことで耐久できるので、それでね、全体組める盤面を待ってください。まあ、今回はね、組めたからワンパンしていきます。はい。さあ、5階層です。5階層ここ、ボルケーノターゲットして、まずは超根性まで削りましょう。ダメージ吸収はね、継続であります。はい。じゃあ、ミナーバ打って、しっかり平積みして殴っていきましょう。はい、オッケー。これで、真ん中のボルケーノを削っていきます。はい。オッケー。そしたらね、10コンボ吸収するので、しっかり11コンボ組んで倒していきましょう。平積みで、11コンボは余裕で超えます。はい、オッケー。よし。固定でね、指が12秒なので、かなりね、楽にパズルができるかなと思います。はい、突破ですね。さあ、でかい敵です。6階層。こっからはね、ワンパンラッシュです。6階層もワンパンしていきましょう。平積みするだけで OK です。ラードラ打ちます。はい。ラードラ打って、しっかり平積みしていきましょう。はい、はいはいはい。OK。これで殴って突破していきます。はい。よし。さあ、続いて。続いては7階層ですね。7階層もただワンパンするだけです。はい。で、ラードラ打ってもらって、
はい。ラードロってもらって、平積みでワンパンしていきましょう。ミナーバーね、打ち忘れないようにね。ミナーバーループは忘れないように。はい。これで突破していきましょう。オキ。さあ、続いて。続いては、8階層ですね。8階層は、ブリトラが出たら、暗闇目覚め来るので、十字ください。してください。で、あとはね、普通にワンパンするだけです。ハグツシもロックしてくるけど、ラードラ打てれば、ロック解除できるから関係ないんです。全部ワンパンしていきます。はい。さあ、続いて9階層ですね。9階層はここもワンパンするだけです。で、ルーレットは注意が必要ですね。ルーレット来るので、ルーレットだけ注意してください。はい。よし。じゃあ、しっかり組んで、ワンパンしていきましょう。ルーレットでね、組む必要はないんです。ルーレット以外のところで、しっかりコンボ組めば問題ないんですね。はい、ワンパンしていきます。さあ、続いて、10階層です。10階層ね、エスカマリはワンパンです。で、アテンはフレンド側の、闇ラードラで倒してください。超根性行ってください。で、超根性後は、サブの闇ラードラと、リーダーのね、アマテラスが溜まってるのでヘイストで打って突破してください。で、ルシファーはパズル教室して2パンですね。さあ、11階層です。11階層昨夜出たらロック目覚めしてくるから、L 字組んでレーベン打ってワンパンしてください。ハクの場合はレーベン打ってミナーバ打ってワンパンすれば OK です。はい。ってことで突破してください。ここで L 字しないとね、次の階層で L 字目覚めの無言パンチで死ぬので、絶対ね、ロック解除はしてください。さあ、続いて12階層ですね。ダンタリオは暗闇目覚めしてくるから、十字組んでワンパンしてください。その他もね、ワンパンすればいいだけです。はい。ってことで、ワンパンしていきましょう。しっかり十字組んで、はい。ワンパンしていきます。はい、OK。さあ、続いては、13階層ですね。13階層、ヨグはワンパンするだけです。モリグーもワンパンするだけ。髪結びは、おでドラ打って2パンです。で、マッハは光4含む6色の10コンボでワンパンしていきます。はい。よし。ってことで、組んで、しっかりワンパンしていきましょう。はい。よし。さあ、続いて、ボスですね。まずは、1段階目のボスです。ここは、あと1でワンパンしてください。で、これ以降はね、リーベループしていきます。で、リーベの軽減ループしていきましょう。これ以降ね。はい。十字は組んでもないので、組む必要はないです。はい。ってことで、カウントダウンは残り1まで待機。はい。1コンボ。はい、1コンボ。よし。そしたらね、残り1になったので、殴っていきましょう。はい。さあさあさあ、平積みして、倒していきまーす。はい、オッケー。これでワンパンですね。さあ、続いては、第2段階ですね。第2段階ね、ここ、コンボ吸収がしんどいので、十字しながらね、耐久していきます。待っていきます。しっかりね、軽減は張りましょう。十字組みながら待っていきます。はい。よし。さあさあさあ、しっかり場面確認して、はい。で、十字を組みながら待っていきましょう。オッケー。これでね、しっかり二十字組んで、一十字組んで待っていきます。はい。さあ、14コンボ吸収もね、全然超えれないので、ここも待っていきます。で、リーベループね。リーベはループしていきましょう。はい。じゃあね、耐久していきましょう。ラードラ打って、盤面を整えて、で、殴っていきます。はい。しっかり十字組んで、OK。これでよし。十字組んで、暗闇消しましたね。これでね、綺麗になったね、盤面が。はい。さあ、85% 立てですね。13項目吸収です。13項目吸収も結構きついので、ここもね、別に殴んなくて OK です。ただ耐久しておけば OK です。まあ、殴れたらラッキーぐらいの気持ちで OK ですね。はい。さあ、超えれないので吸収されますと。さあ、80% 立てですね。12項目吸収です。まあ、これもね、まあ、運良ければ超えれるかなぐらいです。超えたらラッキーぐらいでいいですよ。はい。さあ、じゃあ殴って、ちょうどね、13項目いったので、ちょっと殴れましたね。別に殴れなくても問題はないです。さあ、75% 立てですね。11項目吸収。これはもう超えれますね。しっかり項目組んでいきましょう。はい。よし、しっかり組んで、OK。マチも作って殴っていきます。12コンボ。はい、OK。そしたらね、50% 立てです。ここで倒しましょう。はい、攻撃は受けれます。余裕で。そしたら、ミナーは撃って、ラードラ撃って、平積みして殴っていきましょう。はい、OK。これで突破です。はい。よし。さあ、もうボスですね。最終ボスです。最終ボスは、ただ殴っていくだけです。で、ルーレットね、来るので、ルーレットは注意してパズルしましょう。で、50% 行くときはね、リーベの軽減がある状態で行ってくださいね。まあ、でもリーベループしてるからね、関係ないですね。で、初手はね、ロック、目覚め来るので、ロック解除していきましょう。しっかり L 字組んでいきます。はい。OK。しっかり L 字組んで殴っていきましょう。はい。よし、削りはこんなもんです。はい。さあ、じゃあ闇ラードラ打って、殴っていきましょう。ちなみにね、闇ラードラはね、打たなくても大丈夫です。もう敵の攻撃でね、50% 以下行くので、別に打たなくてもいいです。さあ、じゃあ殴っていきます。はい。あと2パンぐらいでね、半分行くかな。全部で8パンぐらいかなと思います。闇ラードラ打って、殴っていきます。はい。はい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 。はい、オッケーです。殴っていきます。あと、一般で半分いくね。はい。さあ、そしたら、また平積みで殴っていきましょう。今は 50% 以下あって、場面も良かったので、打たなかったパターンね。闇ラードラ打たないパターンですね。はい、半分いきました。
よし、そしたらね、ルーレット来るけど、普通にそのまま組んでいくだけです。花火も全然関係ないので、そのまま殴っていきましょう。はい、OK です。はい、これで殴っていきまーす。はい、OK。さあ、続いても、ラミラードラ撃って殴っていきます。あ、リーベだったね。リーベ撃って、ミナーバ撃って殴っていきます。しっかりね、リーベ、打ち忘れないのしないと、経験ループね、なくなっちゃうから。まあ、なくなっても死にはしないけどね。ちょっとヒヤッとすると思います。はい。じゃあ、あと2パンで殴っていきましょう。こいつね、発狂前に一回怒るっていう行動が入るので、めちゃくちゃ優しいですね。すぐ怒んないです。ちゃんと怒るよって言ってから怒ってくれるタイプですね。はい。ってことで怒りましたので、はい。倒していきましょう。ありがとうございます。ちょっと待ってくれて。はい。これで突破して終わりですね。落ち込んが入って、はい。よし、さよなら。ってことでね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしまーす。立ち回りはね、こんな感じでした。タイムと一緒に。タイムは16分ですね。ってことで参考になったらね、面白かったら、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしまーす。じゃあねー、バイバーイ。